と今はラフマト、今は車を置いてエナジー日南の事務所に、車を貸してもらって、でスペアキーを、1個置いて置かせるようにして、今これから岡山行って高速バスで一旦埼玉に戻ります。あとは入居決定通知を書いて、そんで入社式かな、であとは引っ越しの準備とか、あと買う出すもの買ってだね、まあまあこれからいよいよって感じだね。でまだちょっと編集した動画とかもまだできないから、ちょっと待っててね。あとブログの更新もちょっとね、インターネットの環境ないからちょっと更新の頻度も落ちてるけども、そこら辺勘弁でお願いします。商店街なようだね。まだ夜が浅い、ほとんどが飲み屋街だからあんまりにぎわってはいないけれども、まあ夜になったら夜になったでなかなかにぎわってくると思うんだよね。でもまあ寂しいね。はい、で今ね面白い看板見つけたね。これはぜひとも入りたかったけどね。いいね、親父の入魂いいよね。でもさ、飲み放題とさ、もつ大根の真ん中なんだけど、これねどこに入魂しているんだろう。親父の入魂のしどころが面白い店だね、これ。